はい、えー、これもですねちょっとリクエストがあったので一、まあ、本動画にしておきます。はいまあ、ご存知の方は、まあ、結構いらっしゃると思うんですけど、えー、幸福の科学の、えー、信者の、まあ、有名な芸能人ということでね、まあ、この人の名前がたびたび上がってくるので、あのーまあ、特にまあ上の世代の方,が、えー、方は結構よくご存知だと思うんですけど、えー ザ・ブルーハーハツのですね元ザ・ブルーハーツの川口淳之介さんという方ですね、はい、がいらっしゃいまして、まあ、その方がまあ幸福の科学の信者であるという話ですね。でまあ、その川口さんがまあ今どうしているのかとかあの、まあ、教団との関係性どうなっているのかとかあいうことが、ね、ちょっと質問であの来ているのでちょっとそれについて、ねまあえー、お答えできればと思います。一、まあ、本ちゃんと動画を、ね、こうやって撮ったことはなかったと思うので、まあ、改めてま,あまとめて話しますという感じです。であの川口純之介 さんが,ですが、ねえーまあ、日本のまあ伝説的ロックバンドの,あのザ・ブルーハーツの元ベーシストの方ということで、えー、なんですが今そのまあ、えー、ブルーハーツ時代が解散、まあ、して川口さんはまあそのまあバンドを脱退して、まあ、個人で活動していると、まあ、いう感じでございますで、まあ、これがですねあのー、まあ当時を知ってらっしゃる方とかはあのー、思い出される方とかもいると思うんですけど、えー、そのまあこのブルーハーツが解散した理由っていうのがですねこの川口淳之介さんがそのまあライブの時にそのまあ 航空、まあまあの学の信者だみたいなことを絶叫したらしくてで、まあ、それで河、えー、本博さんが無事ーで、まあ、そこから、えーまあ、メンバーの仲が悪くなって結局まあ解散するに至ったと、まあ、バンドと航空の学どっち取るんだって言って川口さんが航空の学を取るっていうふうに言ってそれで、まあえーまあ、決裂したというので、まあえー、ブルーハウスの解散の原因を作ったのがこの、えー、川口淳之介さんが航空の学の信者になったというのがこれが直接的な理由だという話でございますね。 で、まあ現在ねこれちょっとまあ今の。 え状況どうなってるのか見たんですけど、これ、ウィキペディアの情報なんでね、あの、まあ、どうなんだろう、まあ、今、現在、今日時点で、まあ、まだその役職があるかっていうのは、まあ100、100%確かじゃないんだけど、まあ、おそらく、多分まあ、あるんだろうね、と思うんだが、この幸福実現党の宣伝局長代理っていう役職がついてるらしいんですよね。まあ、つまりはどういうことかっていうと、まあ、幸福の科学の職員の立場を持ってるってことですね。で、まあ、この宣伝局長代理っていうのは、まあ、その、実情仕事はしないけど、なんかその、イベント事と,とか、なんかその、演説するときとかに、 応援に行きたいとかまあそういうことをするまあ仕事を振ってるってことでまあ多分いくらかの給料が出てるんじゃないですかねまあ分かんないそのうーんまあこの、まあ、役職だったらどんぐらいなんだろうなまあ こんな30万とかそんなもんかもしんないけど、月々わかんないけどね。うん、そんぐらいの救助を出して、まあその、まあイベントごとがある時とかに、まあその、駆けつけるみたいな。まあそんな感じで救助を出して、一応雇ってるは雇ってるっていうことみたいですね。はい。まあで、まあ、これに関してはね、まあその、僕もその、高校生、大学生の時にまあ自分がバンドをやってて、で、それで、あの、一回ですね、この川口さんお会いしたことありまして、 でそれがですね、大学の、えー、1年生か2年生の時かなに、その僕、高校からそのベースをやってたんですよ。高校からベースをやってて、で、結構その、まあ、あのー、当時の高校の時に組んでたメンバーのギターボーカルのやつがいて、そいつが大学に行くと同時にその、 あの渡,辺渡辺プロダクションの,その研修生みたいなのになってそれで結構その作曲の,あの技術とかを学んできてそれでそのギターボーカルのやつが作った曲を演奏するバンドみたいなのをやっててで意外とね結構ちゃんと活動したんですよ結構月1ぐらいでラ,あの、まあ、そのライブハウス回ったりとかしてオリジナルの曲もまあ10曲ぐらいあってまあ僕はまあベースだったんでまあその単純にボーカルのやつが作ってきたやつをただ演奏してるだけっていう感じだったんですけどわりかしちゃんとバンド活動実はねあの大学3年生ぐらいまでやっててでまあそれでまあベースだ だったんで数であのベーシストって数が少ないんですよねだから結構いろんなところに呼ばれることが多くて僕はそのまあ自分のまああの本んちゃんのバンド以外のいろんなところでそのまあ、サポートメンバーみたいな感じで入ってそのねあのやってたんですよでまあその中でその幸福の科学の学生部があってそのねあの大学生高校生大学生で組織されてるまああの株組織みたいな感じなんですけどそこの学生部の人から なんかそのライブに出てほしいみたいなこと言われて、その学生部バンドみたいなのがね、当時あったわけですね。で、まあその、まあ当時ブッダ最たってその、劉邦の映画から依頼された映画ね、映画を作ってるような時期だったから、まあその、まあ関わりがね、当時はその、まあ航空科学の一応職員の立場もあったし、まああの、まあ断るのもなんだなって思って、まあ、その、まあ純粋にその、まあベーシストとして、まあその、バンドのその、まあサポートメンバーみたいなのをやるんだったら別にいいかなと思って、その学生部バンドに誘われて、何回かその学生部バンド のライブに出たことがあるんですよでその時に、まあど、どこだっけな、渋谷かどっかのライブハウスでライブやった時に、まあ、そこで、まあ僕が、まあ、そのステージに出てたら、そしたらその川口淳之介さんがいきなりステージに上がってきて、なんか、お本物だと思って、ほんでなんか、確かそのコピーバンドみたいなのをやって、それでリンダリンダをやってたんですよね。そう、リンダリンダをやってて、そして、じゃあもう川口さんが俺もやれよとか言ってなんか、あの <laughs>、まあ、まあ僕ベースだったんですけど、まあダブルベースみたいな感じリンダリンダを一緒にステージ上に演奏したっていう、まあそういう、 まあ余談なんですけども、まあ、実はその時に翌んに会いましたその川口淳之介さんがそのライブに乱入してきた時に翌二さんに初めて会ってそれであの「ああこんにちは」っていう一言だけ挨拶をしたっていうことがありました翌二さんと会ったのはその川口さんが、えー、ライブに突然現られた日でしたねはいそれが多分200何年だあれ多分2008年か9年かなぐらいだと思うんだけどで1回だけお会いしたことがありますはいまあ,あの話した感想としてはまああのまあ,よ、まあ、あの陽気なおっちゃんっていう感じではいまあっていうだけの まあでもすごいだから僕は結構友達バンド友達とかからいやあのオーカーごめんねっつってあの俺オーカーのこと好きなんだけどでもね悪いけどさあのお前の親父のことだけは絶対許せないんだわっつってもう俺ブルーハーツ大好きだからさそのブルーハーツをお前の親父が解散させたからあのごめんねオーカーお前には恨みないんだけどでもあの俺親父のことだけは絶対許せないわっていうあのごめんねもうお父さんの楽しみ言うのもなんだけどそれはやっぱりそのブルーハーツファンとしてそれはもう絶対許せないわみたいなことをねあのすごく仲の良かった友達がねまあ言ったのを覚えて ですけどまあね そんな感じで、まあ僕は一回だけお会いしたことがあるっていう感じですかね。そのライブの時に、まあ来て、まあ同じステージに一回だけ立ったっていう、まあそんな話ですね。うん。で、まあ今ね、えそっから2008年か9年だから、そっから、まあ13、4年ぐらい経ってるのか。まあ今も、まあ航空の科学続けられてるっていうことだよね。航空実験党宣伝局長代理ってことは、まあ多分まあ30万ぐらいかなわかんないけど、まあ、あの、そんぐらいの給料を月々、まあもらって、まあ航空実験等の応援とかに来てるみたいなね。まあ多分、海内の、あの、航空の科学の中のイベントとかに多分出てる じゃないですかねきっと多分、うん、と思うんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、川口淳之介さん、現在61歳と、まあ、いうことで、まあ、あのー、そうですね、まあ、私も1回しかお会いしたことがないんで、まあ、あのーまあ、そこまでちゃんと話をしたわけでもないんですけど、まあ、ね、 神と仰いでた男が死にましたんで、うん、まあ、これを機にね、一回ちょっとね、立ち止まって、ね、考えていただくきっかけに、まあ、できればなと思いますね。まあ、その、まあ、ね、ブルーハーズロまあ,あの、メンバーの方々とか、まあ、いらっしゃると思いますし、一回ちょっと、なんだろう、うーん、一回ちょっと話をしてみたらいかがですかねと、僕は思います。ね、あの、河本一郎さんとかもそうですけど、うん、一回ちょっとその、まあ、是正してる状態だと思うんで、一回ちょっと、その、まあ、 この30年ぐらい、まあ、自分が、まあ、信,じ信じてきたその大川隆法っていう人間大川隆法っていう人間が、まあ、本当に神だったのかと本当に神なんだったら、まあ、果たして死ぬのかとでしかも80歳まで生きるっていう予言をしてたのに66歳で、まあ、予言をもうあの大外しして死ぬのかと、まあ、いうこととかをも,、ね、もう一回ちょっと。 考え直していただいて、で、一回ちょっと、その、まあ、考える時間をどうも取っていただきたいなと。で、まあ、昔のね、仲間とかに会ったりとかして、うん、それで一回ちょっと話してみて、うん、見,見る機会を取ってみたらどうかなと思いますね。うん、今が、その、なんだろう、まあ、これは他の信者さんみんなにも言えることなんですけど、一回ちょっとその、なんだろう、まあ、 今までね20年30年やってきた、まあ、幸福の科学の信者職員の活動あると思うんですけど一回足を止めて、あのー、ふと、まあ、試しいですけど昔の友達とか仲間とかに、ね、連絡してみてほしいなと思って多分今だったら多分みんな話をうん絶縁した人とかも聞いてくれるんじゃないかなと思って。逆にそのまあ まあ、その、お友達とかが、あの、ご家族とかがね、あの、まあ、四国の核の信者になっちゃったりとかして、20年、30年、縁が切れてるっていう人、まあ、いると思うんです。今、この動画を見てる方でも。そういった方も、もし、その、ね、信者になって、音信不通になってしまったお友達とかね、ご家族とかから、今、もし連絡が来たら、ちょっとそれは一回会って話してあげてほしいなって思います。逆もしっかりで、一回ちょっと、その、もう、そういった友達とか、えー、ご家族いたら、その、声をかけてあげてほしいなって、僕は思って。 今このタイミングですぐに脱会ってもうまだそれはすぐにってのは無理かもしれないけど今がそのまあ脱会するというかこの福の科学から離れるとても大きなチャンスなんで縁を切ってる人とかもいたら一回ちょっと勇気を出してというか一回これはもう。 機会だと思って、あの話、ー、一回会って話すみたいなことをね、あの連絡しみるあの電話しみるラインしみるとかいうことをしていただきたいなって思います。本当に今があのー、考え直すチャンスなんで、だから川口さんも、えー、まだねあのー、まああの昔のねあのー、バンド仲間の方々とかまああのご存命の方もまあいらっしゃると思うので、まあ生きてる間にねやっぱり死んじゃったらもう死んだら人間おりですからね、そう龍方みたいに死んだらおしまいですから、生きてるうちにもう一回ちょっと会って再会してねなんかまた。 まあ休校を温めるじゃないですけど悪い夢を見てたと思って30年間、まあ、その悪夢から覚めたと思ってねもう一度やり直せないかねちょっと今やっぱりこういった、あのー、教祖が死んだっていうタイミングでし,でしかそういうことできないと思うんで一、まあ、回、あのー、昔のね、あのーまあ、ワンドの仲間の方々と、うん、もし、まあ、縁がもう一度つながるんであればもう、あのー、生きてるうちにそれは必ずやっていただきたいなって思うので一回ちょっと、うん、昔の仲間に会って話を まあしてほしいなと僕は思います。ということで川口純之介さんについて、えー、思っていることを話しました。はい。まああの本当に死んだら人間終わなんで、あの生きてるうちにあの会えるべきにあ会うべき人にしっかり会ってほしいなと思います。今がそのチャンスだと思うのでぜひお願いします。はい、そんな感じでした。